松江省は中華民国末期に中国共産党が設置した中国共産党革命根拠地。国民政府が設置した松江省と同時代の行政区革命であるため混同されることもあるが行政管轄地域が異なる。松江省は満州国時代の貧困省を前身とする。1945年の日本の敗戦に伴い満州国が崩壊すると 中国共産党は9月に松江省自治政府を組織、省党をハルビン氏とした。南京政府もボタン講師を省党とする松江省を設置したが、すでに大部分が共産党の実行主配地となっており、1946年4月14日から25日にかけて貧権にて松江省人民代表大会の開催などを実施。 4月28日には南京政府松江省官員を逃亡させている。その後、5月5日には人民会議で選出された松江省民主政府はハルビン市で就任式典を開催している。1948年、ボッタン交渉の一部が松江省に編入され一市十六県を管轄した。百四十九年四月十一日、東北行政委員会は、 合わせ交渉の廃止と松江省への編入、同時に、ハルビン氏を松江省省勝市に変更し、省北部の富津山形を国流交渉に移管することを決定した。5月11日に、両省は正式に合併資用し4市、32県を管轄するように、成省とはハルビン氏に設置された。1953年7月、 ハルビン氏が中央直轄市となり、省とは再びボタン講使に移っている。1954年7月には、研究の総加も山工区が設置されるなど、行政区画の統廃合が実施され、全省は3市32県、1工区を管轄するようになった。1954年6月19日、松江省の廃止と国立交渉への統合が決定され、 同年8月1日に編入された、株行政区画は、下記の通り、ありがとうございます。